二匹の白猫白猫とは、全身の大半が白い毛で覆われている猫の総称である。遺伝学に基づいた上で見るならば、この地球上には二種類の白猫が存在する。まず一つは色素を全く持たずに生まれる、突然変異であるアルビノとしての白猫、もう一つはそうでない白猫である。後者の白猫としての誕生を決定づけるのは、白色遺伝子と呼ばれる優性遺伝子、あるいは、 白斑遺伝子と呼ばれる遺伝子である。白色遺伝子と白斑遺伝子は全く別個の遺伝子であるが、白髪を生成する作用を持つという点では共通している。全身が白一色の白猫は通常は白色遺伝子を保有している。その作用からマスキング遺伝子とも呼ばれるこの遺伝子は猫の毛色の決定に関わる他のあらゆる遺伝子に対して優勢である。 したがって、これを一つでも受け継いだ猫は、たとえ他のどのような毛色の遺伝子を有していようと、全身が白一色の猫として誕生する。この白色遺伝子は言い換えるならば、毛色を消してしまう遺伝子あるいは、他の毛色の発現を抑制してしまう遺伝子であり、それだけに、白猫とその子孫からは、様々な毛色の猫が生まれる可能性がある。すなわち、 この遺伝子の作用によって抑制された経路、いわば潜在する経路が子孫に伝えられるからである。白藩遺伝子は、これを有する個体の紐に対して、その局所に白色の物を生成する作用を持つ。他の経路の遺伝子群とは、独立した遺伝子であるため、どのような経路との組み合わせであっても、そこに白藩を作り出すことができる。 この遺伝子は非白藩の遺伝子に対して優勢である。ホモ接合の場合は、ヘテロ接合の場合より白藩部が広く現れる。青色の目を持つ老の白猫白色遺伝子と白藩遺伝子は聴覚障害と結びつくことがある。先天性の聴覚障害が白猫以外の猫に現れることは極めて稀である。白色遺伝子を例にとるならば、この遺伝子は これを有する個体に対して、青色の目、聴覚障害、あるいはこれらの両方を、数割の確率で発現させる。その目の色に着目するならば、青色の目を持つ白猫は、黄色や大色の目を持つ猫よりも、聴覚障害の個体が多い。その発生率については、目色が青でない白猫におけるそれを17%から20%と、そして、両目ともが青色で全身が、 白一色の白猫におけるそれを65%強から85%とする研究がある。白髪と青眼と聴覚障害とが結びつきを有する理由は、紐と交際と聴覚という3器官の形成の過程において共にメラノサイト、すなわちメラニン形成細胞が関わってくるからである。白髪と性顔なるものはすなわち紐と交際の色がない状態であり、 これらの器官に色素を運ぶのが血液中のメラノサイトなのである。そしてメラノサイトは聴力の形成に関する細胞の運搬にも関わっており、白色遺伝子と白藩遺伝子はその働きを阻害する作用を有している。ことに白色遺伝子に至ってはこれが細胞中に一つや二つでも存在するとメラノサイトのほとんどが全く動作しなくなってしまう。 アルビノの白猫アルビノの遺伝子は、毛色の遺伝子に対して劣勢である。アルビノとしての白猫の場合には、その特徴として、ウサギやネズミのそれと同様に、瞳の色が赤であることが挙げられる。逆に言うならば、この特徴によって、アルビノの白猫とそうでない白猫との識別が可能になってくる。ウサギやネズミのそれと違って、猫のアルビノの個体は滅多に見ることができない。 つまりは数が極端に少ない。自然界における猫の中での最弱者層に属するものだからであると考えられる。夫愛の白猫その瞳の色が左右で異なる個体、いわゆる夫愛の個体は、どのような毛色の猫にも見られはするものの、白猫に特に多い。夫愛の猫の眼色の組み合わせは、一方が青色で、もう一方が大色、黄色、茶色、 緑色のどれかであることが通常である。そもそも白猫それ自体に、特に青色の目を持つ白猫それ自体に、聴覚障害の傾向が存在しているが、夫愛を持つ個体の場合であっても、その薄い色の目の側、すなわち青色の目の側の聴覚に障害が起こることが多いようである。これは普通は、青色の目の側の聴覚だけに起こるものであり、 青色でない目の側の聴覚は普通は正常である。その発生率については、おおよそ3割から4割ほどであるとする研究がある。白猫の子猫の体の一部に、灰色の薄い反転が出現することがある。これは成長とともに消失してゆくもので、ゴーストマーキングと呼ばれている。ことに頭部に現れるものを指して、キトゥンキャップとも言う、この色ムラは、 白色遺伝子を有する子猫のみに出現するものであり、その色を確認することによって、白色遺伝子の抑制したその子猫の潜在する毛色、隠された毛色の識別が可能になってくる。人間側から抱かれがちなその性格についての印象としては、神経質、怒りっぽいあるいは体を滅多に触らせないなどといったものが挙げられる。繊細な性格を持つ個体が多いとの調査結果がある。 一説によると、天敵からの補足を弱気しやすい目立つ毛色を有して、いながら自然界を生き延びてくることができたのは、すなわち気が強いという性質を有しているからであると考えられ、それが人間を容易には寄せ付けようとしないその繊細さにつながっているのであるという。しかしながら、現実には性格の個体差が大きく、そうでない場合も多々ある。 繊細であるというその性格的傾向を考慮するならば落ち着くことのできる場所をいくつか用意することで安心感を与えつつ時間をかけて少しずつ距離を縮めていくのが好ましいようである。アルビノの白猫を飼うにあたっては光に弱いというその性質を考慮した上で紫外線に当てないようにすることが重要である。ありがとうございます。